はい、皆さんこんばんは。それでは始めてまいりましょう。せーの、府中に夢中。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、すみません、また名前を逆に、表示してしまいました。どうもすみません。逆だって。いやいやいや、ちょっとこっちか、あ、そっちか。はい、すみません、ありがとうございます。じゃあですね、簡単に、本日はですね、貴公の府中店からの放送をさせていただきたいと思います。じゃあ簡単に自己紹介の方をお願いいたします。はい、貴公の府中店店長のイトピーです。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして。府中店の、なんだろう。あっこです。はい、あっこさんです。よろしくお願いします。お願いします。あっこさん何回目ですか、今日は。2回目。2回目の配信出演ということで、前回いつでしたっけ。いつだ、2、3ヶ月前ぐらいですかね。そんぐらいで。11月ぐらいかな。何言った時だっけ、とあれだっけ。はい。いや、違う、ゆゆゆ。はいはい。を打ったから、いつですかね。12月ぐらいじゃないですか。多分ですね、私がお休みいただいた時だったと思うんで、10月か11月ぐらいだったと思うんですね、おそらく。はい。ということですので、今日はこの2人で、番組の方をお送りしたいと思います。はい。でもお店からは何かお伝えすることございますか。そうですね。お伝えがちょっといろいろできませんので、緊急事態宣言発令中なんですけれども、感染対策しっかりして。粛々と営業をさせていただいておりますので、ご確認いただけたらなと思います。貴公の府中店はそうですね、光触媒全台とか、あとこういうとことか、手の触れるところは大体コーティングしてますんで、自動で殺菌消毒されますので、ご安心いただけるかなというふうに思います。はい。ということですのでね、皆様、ある程度安心して、ご遊戯いただきつつですね、ご自分の方でもご注意いただきたいなという感じでしょうかね。はい、ありがとうございます。それでは本日は何を打ってまいりましょうか。そうですね、2、3ヶ月前にケロロ軍曹をまさかの当たりなしだったので、そうですね。はい。ウルトラマンは先週大体のお店で、ね、ウルトラマン太郎は。はい。見たと思いますんで、なるほど。今日はやっぱり独自の色を出すために、なかなか他では打てないケロロ軍曹とアッコが大好きなガルパンね。なるほど。はい、ガルパンね。今なんとなんかそのうち入る信頼ね予定、ちょっと日付とかはまだ言えないんですけれども、はい、新しいのも出ますんで、そこをね、楽しみにしつつ、今日はちょっと昔のアマータイプをね、なんか言いづらそうなんでもうやりますということですね、皆さんお察しください。本日はですね、ガルパンとそれからケロロ軍曹、どちらもアマでよろしいですかね。そうですね。はい、打っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではお席の方に移動お願いします。はい。はい、まだか。あ、大丈夫ですかね。はい。音量を落とします。ちょっとですね、すみません、画面ずれてるので、シダ始めてからですね、調整したいと思います。はい。それでは行きましょう。シダスタートー。ちょっと皆さんですね、コメントカメラ直して、その後に機種のスペックをちょっと紹介させていただいた後にコメントの方をご紹介させていただきたいと思います。申し訳ございません。はい、ちょっとずれちゃいましたね。こんなもんかな。はい、このぐらいでいかがでしょうか。すいません、カメラの前ちょっと通っちゃったね。これで見えるかな。あっこさん、ちょっとだけ。あ、いいかな、そんなもんで。少し引きますかね。こんなもんで。こんなもんでよろしい。はい。いいかな。ちょっと画面小さくなっちゃいますけどね。はい、これでよろしいでしょうか。はい、はい、ではこんな感じでねやっていきたいと思います。それでは簡単にちょっとスペックの、ご説明だけお願いしてよろしかったでしょうか。どちらからいきましょう。じゃあケロロから、はい、ケロロ軍曹は119分の1で、はい、各編 50% のまあオーソドックスなループタイプですかね。なるほど。まあその代わりこの確率なんですけど、右打ちの時 11%16 ラウンドがあって2000発近く取れるかなという感じなので、ええ、まあまあ破壊力抜群な感じかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、ガルパンの方はどうでしょう。ガルパンは 99.9 分の1の、はい、確率で大当たりの ST 機ですね。はい、はい、ST 機ということですね。今ちょうど緑の保留になりました。お、緑保留。これアッコさん結構打たれるんですか、ガルパンは。でももうこの機械置いてるとこがもうほとんどなくないですかね。あ、確かにそうですね。そうだからなかなかもう打てないですけど、ガルパンがそもそもすごい好きなので。ええ、はいはい、残念ですね。残念。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はね、頑張って初当たり100回お願いしたいと思います。100回、はい、100回頑張る。ぜひぜひ。すみません、本日ちょっとですねツイキャスの方が不具合出てて配信できないので、今日はニコ生と YouTube のみで、させていただきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとコメントご紹介させてください。ブルートさん、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。いい台チョイスしましたね。ですよね。これはチョイスはどなたのチョイスですか。もうケロロは僕で、ガルパンはアッコですね。なるほど。お互い好きなのを打つ。そうそうそう。こうやって褒めていただけると嬉しいですね。嬉しいですね。はい。エリケンさん、こんばんは。こんばんは。アッコおめめをお大事にということで。そう。ありがとうございます。僕ね、慣れちゃったけど、そこを突っ込むべきだったよね。ああ、そうですね。一番大事なね、今日コスプレ一騎当選のコスプレしてますぐらい。信頼入ってないじゃないですか。そういう予定だったのに。団体キャラっているんですよね。ああ、いますね。まあね、エヴァもね、黒く塗ればアスカになれるしね。確かにそうですね。いや、なんなら今日ケロロ打ってるんで、ギロロがまずいるじゃないですか。ギロロね。やっぱ黒く塗るべきだったね。ああ、なるほど。ガルパンにもいるし。はい。ああ、桃ね。あれ別にコスプレじゃないんですよね。コスプレじゃないです。コスプレじゃないです。すいません。もう単純になんだっけ、あれです、物もらいみたいな。そう、物もらいじゃなくて、何でしたっけ、結膜炎。結膜炎です。物もらいじゃないんだ。物もらいじゃなくて結膜炎なんです。ちょっとね、体調お気をつけください。コメント読んでいきましょう。独眼竜政宗がいるぞ。ああ、やっぱ触れてくださる。あっこどうした、イトピー殴られた。 DV 反対。危ない危ない危ないですね。イトピー、そろそろ重要なお知らせとかないの。重要なお知らせですか。何の重要なお知らせだろう。いや、分からないんですけども、なんかないですかってことです。重要なお知らせあってもね、なかなか言えないですよね。ご結婚とかもあるんですけど、ご結婚ね、来週あたりに。はい。あれ、イトピーって女性になったの。女性ですね。どういう会話の流れですか。よくわかんないですね。名前が逆だったからじゃないですか。ああ、なるほどね、そういうことか。はい。ああ、すいません。イリエルさん、こんばんは。見に来ました。ということで。ありがとうございます。ちょっと待ってね。俺コメントかぶってんのこれ。ケロロ来たーってこと。ありがとうございます。ほらほらほら、ケロロ大人気なの。これケロロ絶頂モード熱くないですか。そうですね。ある程度なのか、どこかの店は外で売ってるのと同じぐらいの空調だって聞いたのに、これはあれですかね、さっきの空調システムの話です。あ、空調ね、空調いいですよ。感染症対策。パチンコ店は、はい、パチンコ店は、ね、一切クラスターも出てないですね。そうですね。あれ、ちょっと待った。大丈夫かな。うん、ちょっと止まってるかもしれないですね。止まってますね。有線が切れたみたいなんですけど、あれこれ12時で切れるとかあります？いや、全く特にないですか。ないです、ないです。どうしてだ。あ、一応今無線が接続されて有線がなぜか接続されてないですね。あれなんだろう。なんででしょうか。なんででしょうね。見えてるかな。一回閉じて開き直すと、はい。あ、ちょっと動いてまた止まっちゃいますね。多分無線で。動画止まってても音声は流れるんですか。流れる場合と流れない場合がありますね。あ、大丈夫そう。いけましたかね。ああ、ダメだ。ダメ。お、とりあえず今再接続したんですけど、いかがでしょうか。どうでしょう。うん、なんか10秒ぐらい再生というか経つとぐるぐるになっちゃうんですね。一旦切って再接続します。はい、この方が。大丈夫そう。あ、来ましたか。さあ、皆さんどうでしょう。見えますか。申し訳ありません。ちょっと回線が YouTube がきついかな。ああ、また止まっちゃった。また止まる。なんでしょうね。お。有線が切れちゃったみたいなので、有線の場所を変えますね。はい。セロロがちょっとだけ熱い気がする。私も熱いです。え、熱い気がするじゃん。あ、それめっちゃ熱いじゃん。なんだら。空出てるんでこれ熱いですね。当たるね。はい。赤い赤い赤い。多分当たります。当たるね。はい。当たります？私は当たります。うん、それ当たるわ。さあ、有線でつないでみます。僕普通に外れちゃいましたけど。おお、いいな、やるな。早かった。早いね。何回転？ 40 回。はい、マジか。でもこれで駆け抜けるっていうのがありがち、ね、大丈夫大丈夫。20回以内にね、まず。僕のスマホがダメなのかな。いや、すみません、こっちの回線だと思います。ああ、やっぱダメですか。え、なになになに、ああ、いきなり80回連鎖か。マジか、突破だ。すごいね。おめでとうございます。僕のケロロは何も起きてくれないよ。それでどうでしょう。あ、ちょっと開き直ってる。直ったらあれなんかね。あ、ごめんなさい。はい。すいません、ちょっとですね、回線が、はい、有線が落ちちゃいまして、はいはいはい、無線になってて、はい、少し重くなってしまうので、はい、ニコ生だけの配信に今日はさせていただきたいと思います。申し訳ございません。あ、わかりました。はい。はい、すいません、皆さんたくさんコメントいただいて。ニコ生大丈夫。友のり屍のようだ。イトピー頑張れ。よくない。いい、明日撤去しようぜ。イトピー。撤去しません。イトピーとアッコの会話ほのぼのする。ほのぼのします。アッコおめでとう。友のりコメント読まないな。どうもすいません本当に。マジかよ。友のりすぎたらごめんなさいね。伝わってたんだこれ。てっきり見えないところで私は終わると思ってた。ニコ生はずっとあれなんですかね。ニコ生は映ってます。すいません。YouTube がちょっと。YouTube が調子悪かったんですね。はい。ごめんなさい、ちょっとテストは事前にさせていただいてたんですけど、ちょっとあれなんかね、重くなっちゃうと、そうですね、ちょっとデータ量が重くなると、なんか問題があるのかもしれませんね。あ、そんなに容量がもしかしたら、はい、ツイッターコイン投げたら、残念と、ごめんなさい、本当にね、申し訳ございません。いろいろとちょっと不具合ですね、すいません。ちょっとコメント読ませてもらっていいですか。はい、秘宝アッコさん、友のりをディスり出す。ディスってた。いやいや、全然ね、そんなことないですよ。画質ちょっと下げました。はい、友のりこれは視聴者プレゼント、いいですね。はい、ジュース100本。あんまり意味がわからないので、もう普通店では撤去ということでよろしいでしょうか。いや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 、撤去するわけがない。はい。あ、なんかコメント広告いただいてますね。BB さん600ポイント、ありがとうございます。ありがとうございます。社長生きてる？パソコンの調子も社長の調子も悪い放送はここ。申し訳ございません、本当にね。YouTube もダメだ。焼き鳥さんの妨害電波でも出てます。すいません、本当に。事前にちょっとテストをさせていただいたんですけど、うまくいきませんでした。ごめんなさい。15分くらいニコ生止まっただけで動いてた。ああ、そうですか。ごめんなさい、本当に。やっぱ困った時の話題となる台打ちは、ケロロとガルパン打ちですね。ケロロとガルパン、そうです、そうです。はい。ここまで明日はちゃんと通う程で2時間ですということで、私の配信の方でね、また謝罪させていただきたいと思いました。ごめんなさい。ちょっと、コメント遡りますか。はい。イトピー、翼をくださいをプロの歌手みたいに歌って。翼をください。今、私の願い。あれ、これエヴァネタですか。エヴァネタだと思いますけど、僕は進撃まだ見てないので、ダメです。ネタバレ禁止です。ああ、なるほど、そういうことですね。はい。じゃあまた見てから。はい。イトガとアッコさんの会話がアベックみたいやな。アベックですか？アベックって結構死語ですよね。今使わないですよね。なかなか聞かんですね、アベック。新宿ラッキョ店長呪いだろすいませんCPU 使用率 100% なんじゃないですか。それはないですよ先生。はい、おめでとうございます。いいなぁ。いや、いいですね。いいなぁ。これは2連目ですか？これ上がね、出ないから数えてないと。液晶に出てんのか。ああ、液晶には表示されてますよ。あ、やべやべやべ、ケロロがアッコの方を見すぎてしまったちょっとコメントは新しい方に戻ります。ちょっと待ってくださいね。はい。大共鳴。リュウビさん1400ポイント広告いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。千葉智則氏はケロロの台を買い取ります。買い取ってくれる。これでもあげないです。5000円売らないです。しばらくは5000円で売られてないよということでね。ほらほらゲロゲロ始まりますよこれ。どうなる元気出せよ。ほら得意の下ネタモノマネでもやって元気出そうですそんなの放送でめったにやんないわ。めったにね、やらない。たまにやるんです。はい。ほらほらキルル出てきましたよこれ。お、これはイトピーの方チャンスですか？チャンス。まあまだ配信では当たってないですからね。ああ、まさかね、2回連続当たんないなんて。119分の1ですよ。119はそう2時間打てば当たるっすよ。今日も当たんなかったら本当にちょっとね今日も当たんなかったら3回目やるしかないよプレッシャーが罰ゲーム、うん、当たんなかったらまた今度打てるっていう、どっちがイトピーでどっちがケロルですか？区別がつきません。僕がケロロで、あっちがイトピーです。どっちがどっち？よくわからない。よくわかんないですね。あ、あつやさんこんばんは。焼き鳥さんこんばんは。部中店の皆さんこんばんは。部中店の皆さんこんばんは。部中店。ありがとうございます。お、わいあっこだ。あつやさんからいただいてます。ありがとうございます。はい。ケロロっていつも大信頼じゃないよね。いや、だいぶ昔。おらおー、これフェイスオブケロね。フェイスオブケロ初めて見ました。顔微妙。あ、でもよかったですね。ケロよかったでしょ。ありがとうございます。これ期待度高いからね、フェイスオブケロは。なるほど。ああ、やっと歌が聴ける。ケロットマーチ、ちゃんと僕自分のスマホにも入れてます。まずは当たりましたけど、ここから 50% でしたっけ？そうですね。はい。若い突入率が 50%。 ヘロボーナス。はい。コメント読みましょう。最近よくやらかすな、ごめんなさいね、ちょっと2回連続で。イトピーは路上飲みに行かないの？僕お酒あんま外で飲まないんですね。イトピーなんで府中がアマデジなの？319で軽く当てていこうぜ。これ実は319なんですよ。いや119 200ぐらい足りないですね。足んないですね。はい。イトピー今日こそ当てないと視聴者に10万円プレゼントです。プレゼントします、当たんなかったら。もう当たってんじゃないですかイトピードロロのモノマネ。ドロロ。はい。ドロロはドロロくーんっていうそんな感じ。ごめんなさい。ドロロはいじめられっ子なんで、すいません、原作わかんなくてよくわかんない。皆さんあんま喋ってなくないですかね。ドロロは、小雪ちゃんとよく、小雪ちゃん、小梅ちゃん、忍者みたいな、そうとよく喋る。あ、コメントで、おい、やっこ智則の微妙なんて言うなよ。これじゃないよ。そんなこと言ったの。お、フェイスオブケロロ見れた。ほらほら、ケロロ大人気ですよ。さっきAT フィールドをこうやる、AT フィールドじゃないわ、はい、AT フィールドのようなものをこうやる演出もあったんですよ。ケロロの演出は結構パロディーですか？まあ、そうね、原作、本当は原作ってガンダムパロディーとかそういうのが多いじゃないですか。多分いろんな大人の事情でパチンコにはそれができなかったので多分いろんなパチンコ演出のこう、まあ、パロディというかオマージュインスパイア、はいはい、ね、入ってるわけですよ。ところどころそういうところを見ながら楽しむのが、はい、ケロロ軍曹の楽しみ方ですね。なるほど。イトピー、ちなみに当たりというのは各編入って5連させることだからね。初耳なんですよね。なるほどね。これ 50% で5連って相当ですよ。はい、そうですね。だいぶハードル高いですよね。32分の1、はい、それなかなかですね。まあでも1回ぐらいは当てたいですよね、やっぱりね。1回各編、ああそうですね、ループ連チャンをね、はい、イトピー連チャンしないと視聴者プレゼント30万円なんだよ。30万円頑張ります。いやー、これアッコさん30万もらったらどうします？何するかな、何するかな、30万か、はい、何するかな。結構現実的な金額ですけど、現実的に30万って悩みますよね。でもめっちゃいいお肉食べたい。あ、そうそういう感じだよね。めっちゃいいお肉を食べたい。なんか買うのもやっぱり1万円2万円のもの買おうみたいな、そんな感じ。でっかい買い物しようにはなんか、結構30万の肉って相当ですよね。それすごいですね。高級レストランとか一番だって5、6万ぐらいじゃないですか。だってお酒付きで。そうですね、相当ですね。30食べ放題じゃない高級店で食べ放題してみるとか、それ贅沢。パチのオマージュといえばお坊ちゃまくんとただの人志を思い出すね。あ、お坊ちゃまくん懐かしいですね。享楽さんが享楽オマージュをしたってやつですよね。セルフ、そうですね。ただの人志が入銀でしたっけ。ただの人志どこでしたっけ。入銀でしたっけ。間違ったらごめんなさい。本当なら10連だったんだけど5連に負けておいたんだぞ。優しい。すごい優しい。あっこ30万円もらったら貴重な府中店休めばいい。でも私結構インドアだから腐ると思う。ああ、休んだらそのまま出勤しなくなっちゃうとか、もう腐っちゃう家で。皆さん安心して20万なら焼き鳥さんのセブンの封筒にありますから、あと10万は割り勘で大丈夫だぜ。いい考えだ。なるほどなるほど。いやいや、私を巻き込むのはやめてください。申し訳ございません。僕の銀行は夜中お金を下ろせないので、残念ながら。じゃあ焼き鳥さんのお金だ。当てにされてます？ほらー。イトピー、これから府中駅周り巨大おしゃれモールできるんだし頑張れよ。いや、そうね、5月28日ですよ。もうすぐじゃないですか。旧伊勢丹様の後に野島電機さんがね、プロデュースする商業施設ができるんですよ。あ、そうなんですね。5月28日です。ああ、ぜひね、皆様それに合わせて府中の方までね。いや、本当本当本当、やっとね、府中が盛り上がるなと。はい。競馬がね、無観客で残念なんですけど。ああ、確かに。エキサイトだっけ？強楽の OK と同じようなやつ。エキサイト？あ、これは要はサブブランド、サブブランドってことですかね。多分。そうですね。はい。エキサイトですね、ニューギンさんは。零細企業の社長にたかる大企業の社員たち。これはね、まあでもどっちが収入いいのかわからないですよね。決まってんじゃないですか。いやいやいや、そんなことない。零細企業ですからね。いや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 、大企業じゃないですか。もう下手したら俺、深夜の吉牛のバイトより安いかもしれないですからね。いや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 。友野にとって30万円は1セントだよ。紙くず以下って言ってたよ、伊藤君。そうでしょうね。そんなわけないでしょ。どう考えたって。見に来ました。またケロロですか？ケロロ当たりましたよ。一応当たったんですけど、50% は入ってないんですよね、まだ。これはスルーするんじゃないか。時短は、あ、電サポこれ30回ですか？ 50 回。50回。30、50ですね。当たりましたかということですが。当たりました。ああ、終わっちゃった。終わってる。あ、アコも終わったの。アコさんの方もさらっと終わってました。2連で終了ということで、残念。ミトピーさんの方は残念ながら単発ということで。残念ですね。50%ですから。そうですね。5連しなかったから10万でしたっけ？10万だね。10万円？30万円？30万か。アコさん結構人を追い込んでいくのとか得意な方ですか？いや、アコさん得意ですね。ちょっとやめてもらっていいですか？よく追い込みね。ウマ娘でいうと追い込みに S がついてる。なかなかです。はい。友成の30万はケツを拭く紙にもならないみたいですよってそんなことないと金持ちキャラを演出するのやめてください。府中イトピー愛には面会に行けばいいのね、刑務所にって刑務所にはいないと思いますけど、お店の方に、そうですね、お店の方で、はい、焼き鳥さんは今日も朝早くにパン屋にパンの耳もらいに行くんだよって。あ、俺結構多分パンの耳若い時は嫌いだったんですけど、今だったら普通に食えるんじゃないですかね。パンの耳、多分なんですけど、若い頃の食べてたパンの耳と今の技術のパンの耳は違います。あ、そういうこと、そういうことか。なるほどね。じゃあもう全然美味しくいただけるパンの耳になってる可能性があるってことですね。そんな気がする。みんなさ、年取ると脂っこいのとかより野菜が好きになるっていうけど、僕全然そんな風にならんのですえ、マジですか？いや、全然揚げ物とかそういう方が好きですね。へえ、胃が若い。アッコさんはどうですか？まだそういう予兆はないですか？私は結構胃もたれする人なんで、もともとあんまり油がギタギタみたいなのは食べれないし、嫌いな食べ物、ラーメンで、そうそう、ラーメン嫌いな人なかなかいないよ。すごい。女性はでもたまにいるイメージありますけど、ね。あ、本当ですか。イトピーとアコは何色好きですか？僕は青。私は赤。はい。ということです。青と赤、真逆。水と油ですか、もしかしたら。そうですね。じゃあイトピーは当たってないってことでお願いします。もう一回やってみます。はい、イトピー残念だから諸星当たるのモノマネやって。諸星当たるってラムちゃんのやつ？ラムちゃんかな。諸星当たるのマネってどういう感じなんですかね。ガールハントって言ってるやつですよね。どうなんですかね、俺あんま覚えてないですね、ちょっとね。漫画読んだことあるんですけど、アニメ見たことないんだよね。アコさん意外と腹黒いのね。ちょっと意外と誰意外と、あ、今来た、アコ熱いやん。ちょっと熱いビーチですか？なんかさっきしれっとね、虎柄、そう、しれっと虎柄出したし、結構しれっと、ちょっとアップで見てみますか。はい。まあアップっていうほどアップでもないんですけど、1画面です。お、アコさん頭半分後ろから映ってますんで、当たったらお願いします。なんかさっきからずっとじゃあ逆向いてたわ。ああ、それはそれで、さっきは映ってなかったんで大丈夫ですよ。アルパン。お、何いい気がする。大笑いだね、これ。おいんで。よく。僕前のお店が茨城だったんで。この辺の風景がそんなよく通ったわけじゃないんですけど、通ったことがあるなみたいな。大洗のアウトレット行きましたよ。行った？マジで？聖地巡礼的な。そうね、あの辺聖地、お店にね、一人一人キャラクターがいるのね。府中はね、ウマ娘の聖地だらけですからね。東府中駅とか普通にアニメ出てきてるんですよ。ああ、そうですか、ね。あ、そうそう。すごい。当たりました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。イエイイエイ。2回目の初当たり。2回目の初当たり。はい。おめでとうございます。やったね。あこちゃん目どうしたの？今気づいた。ああ。そうそうそう。結末編なんです。すいません。ほいでほいで明日とものりの貴重な府中店。終点ゆきちばらまきタイムは何時からやんないやんない、12時半からです、はい、12時半からやめて万感の抽選みたいにね1回目が12時半1回目って何回か複数あるんですか。3回やりましょう。ハットさん腹黒いの見せてアップでそういうキャラ腹黒キャラは心で心コメント166番まで戻ります。給食のコッペパン嫌いだったなーって。あ、俺もあんまり好きじゃなかったな。アッコさん30万くらいのサバで相手の顔をペシペシ叩くと結構気持ちいいよ。なんかお札に顔の油つかないもんですかね。ああ、つくかもしれないつくだろうけどそれも気持ちいいんじゃないですか。そうか。とものりパンの耳にはキャロライナリーパーが一番合うよって。嘘つけ、そんなん誰が見たって分かるわ。そんな気がするって確実じゃないんかいって。そうですね。イトピー最近ドラクエウォークやってる？レベルいくつ？最近ね、たまにちゃんとやってるんですけど、レベルは一番高いので66とか7ぐらい、はい、ぐらいです。最近ウマ娘がね。ああ、そっちが熱いです。すいません。そうイトピー女の子殴ったらダメだよ。友のりならいくら殴ってもいいよって。どっちもダメだもん。あじゃないです。あじゃないです。パンの耳あげて砂糖まぶして食べるの好きだったな。これが美味しそう。ももかさんこんばんは。皆さんは今まで食べたパンの耳の数を覚えてますか？名ゼリフですね。パンの耳ですね。イトピー覚えてるんですか？いや、それディオの名言ですね。ジョジョですね。貴様は今まで食べたパンの枚数を覚えているのかみたいなのを。なるほど、そうですね。ディオかなんかが言ってたやつですね。ディオが一部で言ってたやつですね。で、とものりは何色好きなの？私は黒ですね、やっぱりね。黒？やっぱ腹が黒いんで。イトピーラーメンをすすって舌をやけどするマシマシのモノマネをお願いします。どんな感じですかね、マシマシ店長。お、当たった。お、おめでとうございます。突然ですか。突然だ。アッコさん伊達政宗に憧れたんだよね。そうそう、あんま歴史わかんないけど。とものりアッコの画面もっとアップで。あ、ちょっと待ってくださいね。じゃあ後ほど。イトピー陸戦型ガンダムのモノマネやって。ガンダム？陸戦型ガンダム。陸戦型限定されてます。陸戦型ってどういうやつですか？地球上でしか動けないやつかな。多分。ガンダム。いや難しいので。難しいですね。はい。月末編ですか？お大事にアッコさん。ありがとうございます。とものりイベント12時半来たってね、やんないやんない。イトピー店長もう若くないんだから節制しないと。でもでもツイッターで載せてたカレー美味しそうでしたよ。いやカレー美味しいですよ。あ、ここイノシシとかタヌキも来店する噂の府中店か。集まれ動物の森。いやいや府中都会ですからね。いやいやイノシシとかは出ないでしょ。出ない出ない出ない。イトピーライオンのモノマネやって。ありがとうございます。イトピードラクエウォークやってない？やってなくはないんです。やってなくはないんです。ただやっぱちょっと歩く距離はだいぶ減ったなっていう。ウマ娘ってスマホゲームですか？そうですそうです。あ、なるほど。イトピーとものりは後ろの穴を痛めるのは OK だって。それちょっと私の方がですねなかなか抵抗が下ネタはせない90個だよ。なんだろうこれは。ちょっとごめんなさい分かったです。イトピー暑いなら暑いって言えよ。そうずっと心がねかかってたんですよ。イトピーマシマシ店長は移動しないの？マシマシ店長はどうなんですかね。あれ最近異動になったんじゃないですか。いやーまだかどこに行ったんでしょうね。はい、マシマシ店長市中近くに来そうだな。どうなんでしょうか。どうでしょうね。イトピー宇宙刑事ギャバン変身パロディ演出で当てるなんてさすが。あ、そうギャバンよく見てますねモモさん素晴らしい。ギャバン心のやつですね。はい、イトピーって流行りのゲームばっかりやってるよね。もっとずっとやってこうよいやドラクエウォークちゃんとやってますよ。毎日ログインとあ、じゃあ今掛け持ちみたいなのですね。そう掛け持ちです。ドラゴンクエストタクトは挫折しましたね。ああ残念ながら、はい、ウォークは続けてます。なるほど。ところで今日なんでオレンジの T シャツなの。キコーナーからもらったの。あっちゃんのおさがり。いや持ってますよもともとね。え普通って田舎じゃないの。いやいやめっちゃ都会ですよ。ええそっか笑った。私は田舎じゃないのでうんって言っちゃったからいやいやいやね、はい、地元が福島であったりとか、茨城から来た、ね、はい、人の気持ちになってみるといいと思うんだよね。でもめっちゃ虫いるじゃないですか。それね新宿でも虫はいるからそうか、うん、まあ都会ですよね。いやもう大都会ですよ車がなくても生きていけるとこは都会ですよ。だからそれは分かるような気がします。まあ比較対象によるということで、はい、あとエンディングで眼帯ずらして我に従えって言ってちょっとそうだね決めポーズ決めポーズ、決めポーズかなんだろうな。俺はちょっとかっこいいな言ってくれれば。キツネくらいは来店するよね。もしくはハクビシン。ハクビシン動物なんか何ですかね。ハクビシンってあれキツネってキツネじゃないですか。イタチか。イタチか。あそう詳しいねハクビシン。茨城と府中どっちが田舎。場所による。場所による。こういうとあれですけど茨城です。イトピーとマシマシ店長の対決だけみたい。対決ね負ける気はしないんですけどね。でもこれは見たいですよね。前からちょっとまだ私がいる時には実現できたやつ。お赤さんどうですか。ダメダメダメこれはダメ。でイトピアボーナスいくらもらったのわかんないですね。社内規定によります。あちょっと待って、A ランクウマ娘ってどうすれば作れますか。ウマ娘マイスターさん教えてください。A ランクはスピードをめっちゃ上げて、はい、楽なのは賢さを上げるやつですね。はい、はい、あとはスキルをそれなりに取ればいくと思います。はい、ミトピーの方はこれどうですか。これやばいですね。やばいっていうのは当たりそう。時間が終わる。ああメガネメガネ。さあ2人ともちょっと当たりはしたけど、いやこのまま終わるな。終わるねこれはね。あらららなんか当たるけど続かないですね。連チャンすると通常時から当たるとこ見せらんないんですよ。だからやっぱりね初当たりがそれなりにそれは何ですか。ちょっと負けず嫌い的なところ発揮してますね。いや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 。そうですね。ああ。コメント見ましょう。マシマシ店長ってどっちかの店長ですよね。からし大好き店長ですよね。いやからしね大好きなんだけど自分ではあんま食べないそうなんですね。イトピー悲しいこと言うなよ。田舎者が府中に来てそんなこと言うとか田舎やん。そう僕は田舎者ですから。府中は田舎？新宿でもハクビシンやタヌキ出るからそんな変わらんかと。新宿出ます？新宿にお住まいのねモーモさんがおっしゃってましたガチですかね。どの辺で出るのかすごい気になる。アッカさんそれ中二病でしょ。片目隠すのに憧れてるんだよね中二病中二病あるよね。中二病までいかないかもしれないけど鼻に絆創膏を貼るみたいなそういう感じで。鼻に絆創膏貼るは中二病になりませんか？中二病にもう中二病より年齢が低めな。あ、そうか。うん、小学生とか小3病ぐらいかな。普通って都道府県的にはどこなの？府中？普通？普通です。普通？何普通？何の普通？普通って都会具合が？そうですね。都会具合が普通の都道府県？はい。普通はね、いやもう関東は大体都会なんですよ。え？ああ、宮城は普通かな。宮城は普通、宮城普通、仙台周辺とか。あ、なるほど。すみません、私が仙台出身だから忖度していただいた感じですかね。仙台なかなか都心部がちゃんとあって、その他は車であれば不便しない感じじゃないですか。ありがとうございます。僕も仙台ちょっといたんですよ。ああ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。さあ、コメント見ましょう。イタピー番号何番？刑務所に会いに行くから教えて。あ、ウマ娘のやつですか？はい。何番だろう？いや、さっき刑務所の囚人番号のこと言ってる。あ、いや、ウマ娘の ID かと思ってる。そっちじゃない。刑務所か。友達が好きな色は黒？じゃあ、プロレスのアンダーテイカーのモノマネやって。いや、もう覚えてねえな。はい、全く分かんない。府中店はすぐ駅近？駅、いや、駅近。そうですね。はい、府中店、あ、府中は住みやすい街ですよね。いや、本当。たぬきにって書いてある。いや。人間も住みやすいですよ。住みやすいですよ。イタピーってウマ娘は何千万課金しましたか？僕0円。僕無課金主義者。ね。ウマ娘めんどくさくなってやめちゃった。イトピーそれなりに頑張って。それなりに頑張ります。イトピーそんな言い訳汚いよ。イトピー鼻に絆創膏は年齢的にバンカラだろ。バンカラバンカラって葉っぱ加えるやつ。葉っぱ加えるやつ、あれね、応援団みたいなやつ。イトピーだけ一発打つのずるいよ。一発ではないですよね。一発じゃない。4発です。友のりもっとコメントサクサク読んで。はい、どうもすみません。あ、ごめん。府中は都道府県でどこ？茨城か千葉、埼玉？東京都ですね。府中店も新宿三丁目店も最寄り駅からすぐ近くで、お店の脇や上に居酒屋やコンビニあるから、本当うちに行きやすくてありがたいです。いやー、もうなんて素晴らしいコメントでしょう。映像音声ともにお付き合い。あ、すいません、ありがとうございます。イトピーは東京に住んだことある街は府中のみですか？府中のみです、僕。厳密に言うとちっちゃい時は日野とかにいたかなっていう。そうなんですね。ちょっとそこそこ馴染みも。実は生まれたのが日野立川方面なので。なるほど、ありがとうございます。イトピーは東京に住んでたことあるの？あ、ごめんなさい、これなんだ。イトピー踊るポンポコリン歌ってパッパパラパーぐらいでいいですか？はい、ありがとうございます。吉川浩司がおる、ありがとうございます。お、あこさん、吉川浩司知ってますか？あ、知ってます。え、はい。お、嬉しい。あれ？何が起きた今？あれ、当たった？いや、当たってないけど。あ、清掃ボケロがいつのも、僕今記憶がない。どういうことですか？はい。なんでそんなことになった？これはあの頃の軍曹ゾーン。これは。暑いでしょうね。期待大です。期待大。当たるな、これ。3回も初当たり引いちゃった。どうしよう。体感だと何パーぐらいですか？はい。体感だと大体何パー当たり。何パーぐらいでしょうね。50パーぐらい当たるんじゃないですか？どうでしょう。ほらほら、フェイスオブケロ。おお。ほら、これ緑赤くなんねえかな。伝説の魔獣ね、七股のオロチ。またコメントがひどいですね、うん、正直ケロロの軍曹のあたりどうでもいいや、今更なんですけどなんでケロロ選んだんですか、まさか趣味打ちじゃないですよねごめんな、俺あんまりケロロ興味ないよ。いやケロロアニメもう本当にもう1回でもいいから見てほしい。なんて面白いアニメなんだ。当たっても単発じゃね、戦場集結からずっと単発ですよね。これもう2分の1が2回続いてるんで、次はカズ編です。あっこさん熱いやんって。あっこさんも熱いみたいですよ。そう。おめでとうございます。フェイスオブケロ。今日4回目。今日すごいその出現率。だろ？さあこれでアッコ様当たるが、最後2人とも当たりのまま、すごい最後までいけるなんて素晴らしい放送。はいドンマイ。あ、アッコさんの方は外れました。ああ残念。ドンマイ。イタピー、ケロロはコロナと字にすると変わらないね。いや全然違います。ダメです。うん、見たことあるけど次見ることはなかったわ、ごめんな。いやまあそうよ。あっこ当たるはこれっていうコメントでしたけどね、残念ながらちょっと外れてしまいました、ごめんなさい。外れちゃった。はい、普通に画像大体どうした？全回転したなんだよ、やば。なんで僕のケロロを邪魔するんだ。いいな。ちょっと全回転見ますか？見ましょう。やばー、なぜか全回転ってすごいね。おお、ここで全回転出す。やばー、ちょっと感動。すごいね。あ、9なんだ。いいな。そうなんですよね。コメントでは全回転ではないよって来てると、全回転長いんだよねってコメントもあって、ちょっとどっちかごめんなさい、私分かってなくて申し訳ない。全回転じゃないんだ。そうなんでしょう。まあ何名の方からはケロロ黙ってと言ってましたけどフェイスオブケロロが怖いと思うのは私だけ。めっちゃ可愛いじゃないですか。もうイタピーの台映さなくていいからごめんな。まあ謝ることでもないんだけどいやほらマックス、ほら当たる、ほらアッコさん素敵。それに比べてイタピーは単発だぜ、解明だな。これ当たりますからほら撃破。なんか今日は気持ちよく終われました。終われるね。おー、イトピーさん、これ初めての連チャン？そうですね。でも3回今日初当たり当ててる。いや、そうすごい。アッコさんに当てた全回転シーン初めて見たわ。嬉しいですね、これは。嬉しい。同じ色のケロボールね。はい。ケロロはある。楽曲感想は70%以上だったはず。なるほど、ケロロ分かったからケロロで、イトピーそういうのいいから静かにして大変申し訳ございません。保留減ってなかったからあれって思ったけど、復活なのかなあ、復活演出。ああ、さっきの全回転じゃなくて復活だった。そういうことか。復活投げ復活であれはすごいな。ケロロアニメで見てあげるからシーってはい、見ていただきたいので、ちょっとだけ静かに。ちょっとですね、画面を大きくしてしまうと、この2画面にしたときのあれがあるので、ちょっと待ってですね。どうしようかな、少しだけ大きくできると思うんで、じゃあ頑張ります。はい。どうでしょう。ワコロ君、相変わらず持ち食ってる。すいません、今日はつばきさんじゃなくて私が一人でございます。ケロロ、イトピーゆっくり黙って見て。イトピーが一生懸命打ってるケロロですが、自分の行くホールにないから別にいいや打たなくて。いや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 。イトピー初当たりはその確率なんだから当たり前だ。まさか2回連続見せられるとは思いもしなかったわ。アリアとかガンツの信頼見たかった。あ、確かにアリアか。アリアね。アリアよかった。アリアね。そうですね。ケロロ邪魔もケロロさようなら。イトピーいたのは録画で見てあげるから黙って。はい。あっこに質問です。はい。お任せですか？お任せなんですか？お任せです。あっこね。あっちゃん来たってあっちゃんじゃないよ俺。ちょっとあっちゃんさんからね、吉川晃司のモノマネやっててきてるんですけど、ちょっとカットでいいですか？当たり終わってからね。あっちゃん、でかいものについてきてあげて、心の底からお願い。すみません、ぜひね、ご一緒にお願いします、MC をね。さあ、いときが2連して、これが3、当たれば3連ですか？そうです。お、アコさんもいやまだ、まだか。はい、はい、そしてイトピーは外れ。イトピーはっきり言って、あっちゃんとヤキトリさんどっちがやりやすいですか？いや、ヤキトリさんに決まってるじゃないですか。ありがとうございます。いや、俺もイトピーさんめっちゃやりやすいっすわ。ですよね。最高ですね。もう最高です。最高です。ありがとうございます。アクロックさんとヤキトリさん険悪？いや、全然険悪じゃないです。あっこ許せる？許してあげて、笑って。何よ。いや、ちょっとわからないです。何についてかはあまり。私なんか怒ってたっけ？言及されてはおりません。許してだと思います。ああ、なるほど。あっこだからか。あっこだから。イトピー今後趣味打ち禁止ね。みんな信頼が見たいんだよ。じゃあ、ウルトラマン太郎は先週ね、いろいろ。っていう言い訳をね、するんですけど、ちゃんと信頼の週だったら、信頼打ちますよ。そうですね。友則でも視聴者はまだ許してないから、はい、申し訳ございません。いとき同じ質問、東京集結の時にも聞くね。はい。それはもちろん、やきとりさんって言いますよ。ありがとうございます。ちょっと俺もその時のために、なんかこう。用意しとかなきゃいけないですね。二人の絆が確認できるもの。あれ。怖いな。コメント読みましょう。イトピー次、笑うセールスマンか上手や打って。あ、意外なところですね。どっちもありますか？どっちもありますよ。あら、ちょっと待って。やべ。これ。ラスト。せいや、危ない。確変だったと。ちょっと待って、またネットワークが切れた可能性がございます。映ってますか？映ってますか？16ラウンドがね、引けないね。調子が悪い。これなんでもないです、今の間違いです、間違い。来るかな。どうでしょう、いってます。どうでしょう、当たった。そうですか、当たった、当たった。すごいね、初当たりね。いや、これ2連目。あ、2連目、連チャンね。いやいや、皆さんまたすいません、止まってしまいました、ごめんなさい。あれあれ、あ、ガルパンっぽい曲が聞こえる。はい、ということでガルパンは現在継続中ですね。何連ですか、はい、これ何ですか？何連ぐらいですかね。今2連目ですね、まだでも。まだ2連目。はい。ギロロギロロ頑張れ。ピコピーの方は3連してました。これ当たったら4連ですかね。はい。ということでちょっと1時3分なんですけど、もうちょっとだけ配信させてもらっても大丈夫ですか、時間的には。はい。ちょっとコメント読んでいいですか、すいません。はい。シチューが都会というから止まるのですよ。イトピー謝罪会見、または焼き土下座だな。焼き土下座やります。焼き土下座はなかなかっすね。まあ今日はちょっとお二人初当たりがね、2回、3回になるんですか。3回、はい、当たり多いですね。そうですね、連チャンがちょっとまあ引けてなかったんで、あと1、2回ぐらいは継続してもらえると嬉しいですよね。もう1個、なんだよ。さあ、どうでしょう。おっ、ここだ。あれ、つまりまた3ラウンド。はい、ということでこれで4連目になるんですか。そうですね。はい。まあ一応当たりは当たりと。当たりは当たりですよ。おめでとうございます。これがやっぱりケロロ軍曹のいいところですよね。いいところですね。本当はね、これに16ラウンドとかが絡むと一番いいところなんですけどね。はい、じゃあ今日は16ラウンド出るまでやりますよ。やりましょう。いやいやいや、やりすぎですよ。明らかにやりすぎですよ。やりすぎでした。はい。すぐ出ると思うんですけどね。ちょっとコメント言いますね。延長席でともに聞くコーナーなんでいくの。ごめんなさい、ちょっと私の方のね、不備もあります。申し訳ない。ともなり逆立ち最高級土下座やってと。いいです。申し訳ございません。ともなり貴重な社長に小判渡して。いやいや、いらないでしょ。マジでケロルじゃまだだなと。続けるのはいいけど、もうイトピーの台はいらないかなと。あと1回回したら5連ですよ。お、ですよね。うん、そうだ、そうだ。ガルパの画面にたまにケロルの顔映っておもろい。確かに反射して映る。そうそうそう。友則アンテナ開発者、ごめんなさいね、一時期頑張ったことあった。ケロルとバカにしてたけどレンチャン率高いのね、探して打ってみるか。貴重な府中に行きたいけど、ユリコに怒られるからやめときます。そうですね、世の中がね、はい、大丈夫になったら、はい、いらしていただければ。落ち着いてからうん、分かったから、そんなのいらないから16ラウンドとか。16ラウンド欲しいですね。ということで、明日の火曜定例は2時間放送決定です。ということで、ありがとうございます。おめでとう。さあ、これでイトピーさん、ちょっとあと1回で5連達成。はい。まあ、最後16ラウンドとか引ければ、もう優秀の美ですね。今日はね、言うことないですかね。16ラウンドが何パーでしたっけ？ 11パーと4パー、15パー。15パーぐらい。ね、うん、大体7分の1ぐらいですか？そうですね。7分の1いけるな。うん。リトピー、不頂点ケロロはいつまで打てるの？一応、まあちょっといつまでっていうのはあれですけど、11月までは置いておける感じですね。ゆり子が怖くてパチは打てない。いや、ゆり子さん多分あんまり関係ないと思いますよ。はい、何気に今日2人打ってる台、長く打ててプラスになる率が高いからよく打ってたなっていう。ああ、そうなんです。いい台なんです。やっぱ長く打てるっていうのも嬉しいですよね。それが一番です。はい、こんなに止まっちゃってたらお詫びのわさびくらいいけるよね、イトピー。わさびわさび買ってきましょうか。次回ではね、次回、むしろケロロ撤去してって、そんなことはないでしょ。ともなりのためにイトピー事務所にあるパソコンあげて。事務所にご希望であれば。じゃあお気持ちだけ頂戴して。はい。さあ、イトピーの回が残り何回転ぐらいですか？30回で、時短だったら終わりなんですかね。はい。さあ、30。あれ、超えました？あ、これ今あれどういうなってるんですか？これ右上の25っていうのは、あ、これが0になったら、ね、はい。あこさんの方はあと35。あと35。大体そんなもんだ。同じぐらいだ。あ、じゃあ同じぐらいですね。なんか当たる時も今日同じタイミングで当たってた気がする。確かにそうですね。まるで狙ったかのように。僕の当たりを全部持っていくガルパン。僕のリーチってなったら、あれみたいな。ガルパン全回転みたいな。まあでもフェイスオブガロを前回見せたいって言ってて、確か出なかったんですよね。まあ今日は見せられてよかったですか？はい。何回も。イトピーお願いだから友のりのために今履いてるパンツあげて。パンツ？なんでパンツあげるんですか？それ僕ノーパンで帰るっていうことですよね。やば。何プレイですか？いや本当にやだ。ノーパンで帰ることはすごい嫌ですね。イトピーケロロ面白いのゲロロなの？ケロロ面白いですよ。うん、止まったのは責任あるけど、こんな台を見せられてる俺たちの責任取って食べてね。カラスの遊びでスソチクは、この後はアッコの友のりにすね蹴り楽しみだね。すね毛すね蹴りすね蹴りすね蹴りかすね蹴りみたいな。優しくしてね。それは当たりと殺す。終了しちゃった。あー、ケロロ軍曹は残念ながら4連でしたが1686発。あまりにも馬鹿にできないんですよね。90分で1万発出ましたよ。すごいですね。あ、確かに。はい、ということで、あれガルパンもこれでどうだ。あれおおお、これはまだありますよね。ありますね。あれ当たりました。当たったみたい。復活して当たりました。ランクアップ。はい、ということでおめでとうございます。これで3連4連今3連あ3連おお、いいですね。おめでとうございます。続くなあとこナイスってことですね。これは侮れないね。そうですね。じゃあこれ消化して今日終了しましょうか。はい。いや今日はいっぱい当たった。ケロロ店長へ改名するの？僕昔ケロロ副店長と言われてたので。リトピーギロロギロロアッコナイス、アッコ席おめでとう。ありがとうございます。アッコ氏すね蹴りで、すね毛抜きじゃないから慌てるな。そうか、すね毛抜くんかと思っちゃった。アッコ友達に唾吐いておいて。ありがとうございます。リトピー、正直この台をドヤ顔で見せられて、アコさんの見せ場がなかったら暴動が起きるところだったぞ。いや本当にこの台ケロロいっぱい見せ場あったのに。はい、ということで本日は終了。お疲れ様でございました。ありがとうございます。怖い、これが怖い。おっと、はい、ということでお疲れ様でございました。すみません、今日はねちょっと配信の調子悪くて申し訳ございませんでした。仕方なし。お二人のちょっと、結果を軽く教えてください。3回当たって、単発単発4連、はい、いっぱい出ました。おめでとうございます。前回ね出ませんでしたからね。そうですね。今回はケロロ軍曹のいいところを見せられたんじゃないでしょうか。これはまた打たなければですね。はい。赤さんは初当たりは3回かな。2連単発3連ですかね。そうですね。最後3連で継続中に終了という形になりましたね。もしかしたらもうちょっと当たるかもしれませんね。はい。はい、ありがとうございます。ともなり反省会というか、本当にね、今日配信調子悪くても申し訳ございませんでした。ということで、お店からのお知らせは一応、はい、感染症対策、そうですね、はい、宣言中ではありますが、はい、感染症対策、ね、徹底しております、はい、しっかり触媒、全体、コーティングもしておりますし、消毒作業もしておりますし、はい、まあ、そういう、ね、対策をして、通常営業させていただいておりますので。はい、はい、ご了承いただければと思います。はい、はい、ということで、はい、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。営業時間は通常通り営業してるんですよね。はい、はい、府中店の方は営業しておりますので、はい、皆様遊びに来てください。はい、あと本日の録画は後日 YouTube の方にアップさせていただきますので、そちらもご視聴ください。はい、ということで本日はこの辺でお別れしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。いやね、もうそんな時間ね。